今月も奨学金の支払いが3万円。いつになったら返し終えるんだ。俺の名前は綿貫健一、40歳。奨学金を長年返し続けている男だ。そんな俺の職業はフリーター。本当に俺の人生どうなっちまってるんだか。レシオタイム。今月も手取りは17万ちょっと。バイト増やさないとやっていけないな。せめて奨学金の支払いがなければもうちょっと楽になるんだが、俺の現在は派遣バイトを中心にいくつかのバイトを掛け持ちして生活している。住んでいるアパートは築25年ほどのリノベーションのアパート。綺麗だし住みやすいが、駅からも遠く、家賃は5万ほど。そこに月3万の奨学金の返済と生活費がのしかかってくる。食費が3万、水光熱代が2万、携帯代が4000円、その他に雑費が1万、計13万4000円、残りの金は3万6000円。これは給料が足りない時の足しと更新料の支払いに当てないとな。俺のやっているアルバイトは飲食が中心だ。そのため時期によっては手取りが15万を切る月もある。親に頼み込んで大学まで行ったのに、このざま、本当に情けない限りだよな。俺はいわゆる就職氷河期を体験した世代にあたる。あの頃は面接を受けて80社から100社落とされるのは当たり前だった。俺もそんな辛い就職活動を経験してなんとか就職することができたのだが、もう深夜の0時か。いつになったら家に帰れるんだ。そこがいわゆるブラック企業というやつだったのだ。残業で毎日のように帰れるのは深夜すぎ、その分の残業代は支払われない最悪の環境だった。それから体を壊して今の生活、なんとか働いていけるけど、奨学金の返済もやっとって恥ずかしいよな。俺が大学時代に借りた奨学金は310万円ほど。そこに利子の 3% ほどが上乗せされた金額を、俺は月々3万ほどのローン返済で返している。本来だったら10年ほどで返せる金額だが、俺の場合は収入が不安定なこともあり返済できない期間もあった。なぜ無利子型の奨学金を借りないのかという疑問を抱く方もいるかもしれない。だがほとんどの学生は利子がつく奨学金を借りている場合がほとんどだ。利用者の多い独立行政法人日本学生支援機構 JASTO の奨学金には3種類の奨学金がある。返済しなくて良い給付型、無利息で借りられる貸与型第1種、利息がつく貸与型第2種だ。だが給付型と無利子で借りられる貸与型第1種の利用者は家の経済状況も乏しく、成績も優秀なものでないと借りられない場合が多い。そのためほとんどの人は利息がつく貸与型第2種を借りることになるのだ。返済するのは大学を卒業して7ヶ月経った後だが、失われた30年ってやつで、それをできない学生も増えてる。就職氷河期にリーマンショックに新型ウイルスの流行による不景気、それに大陸での紛争、そのせいで大学を卒業してもろくな就職先に恵まれないやつが増えてるからな。俺も人のこと言えないけど、現在日本で奨学金を借りている人の割合は 49.6%、 大学に行く人間の実に2人に1人の割合だという。だが日本学生支援機構の調査では約13人に1人の割合で奨学金を返せない状態になっているというのだ。自己破産しようと思ったこともあったが、今はちゃんと職があるからな。俺も仕事がなくなり奨学金を返せなくなったことがある。その時は月の手取りが10万を切り、月3万の返済すらもできない状態だった。その時は督促状も届いて大変だったよな。延滞金も取られたし電話も来た。その時に返還期限猶予を申請したことで、俺はなんとか生活を続けることができた。返還期限猶予とは最長10年間返済を待ってもらえる制度だ。俺は滞納金額を支払い何ヶ月か返済を続けた後、この制度を知り利用した。
利用条件は所得が200万以下であることと、滞納する前に必要な書類を提出し1年ごとに申請することだ。これのおかげで俺は奨学金の支払いを何度か延長してもらっている。親に大学まで出してもらったのに、ろくに就職もできずに奨学金も返せない。本当にとんでもない人生を歩む羽目になっちまったぜ。正社員職を探したこともあったが、面接にも受からず不採用になることが多かった。それに俺ももう年だ。40を過ぎてフリーターの俺を正社員で雇ってくれる場所があるとも思えない。でも父さんと母さんは年金暮らしだし、実家に帰るわけにもいかないよな。俺が経済的に重荷になったら嫌だし。そういや、もう10年以上家に帰ってないな。でもこんなんじゃ合わせる顔ないわ。発給でもいい。正社員になって安定した仕事についていれば、とっくに俺は奨学金も返せていた。だがそういった職場すらも見つけることすらしない。そんな怠惰で、でも状況を変えられない自分が、俺は心底嫌になっていたのだ。でもそんなある日。おい健一、元気か？俺どうしたんだよ親父。その母さんが階段から落ちてな、入院してるんだ。え？母さんはお前には黙っていてほしいって言ってるんだが、会いに来てほしい。父さん。母が階段から落ち足を複雑骨折したと父から連絡があったのだ。俺は休みを取ってすぐに母の入院している病院に向かった。母さん。健一、お父さんがお願いを破って連絡しちゃったのね。迷惑かけたくなかったのに。その足を骨折したって聞いたけど。回復には長いリハビリが必要だって。お父さんに迷惑かけちゃうわ。今お父さん近所のコンビニでバイトもしてるのよ。え？ほら年金だけだと何かと苦しいでしょ。だから足りない分のお金を二人で働いて工面してたんだけど、それもできなくなっちゃったわね。母さん。父さんと母さんはこんな俺を大学までやってくれた。今の俺に何ができる？俺実家に戻ってもいいかな？ちゃんと仕事は探すから。健一、母さんがこんな状態なのにのんきに一人暮らしなんてできないよ。だから帰ってきてもいいかな？そう、あなたの好きにしなさい。でもちゃんとお父さんと話はしてね。母さん。俺は実家に戻ることを決意。父さんと母さんのためにやれることをしようと思ったのだ。そしてそのことを父にも話すと、実は父さんの知り合いがやってる工場で人手が足りないそうなんだ。よかったらそこで働いてみないか？本当？俺やってみるよ。俺は父の知り合いの工場で働くことになり、実家に戻ることになったのだ。それからは引っ越しの準備や母の退院などが重なり大変だった。でもすごい、玄関の段差がなくなってるわ。補助金と俺の貯金で家の中をバリアフリーにしたんだ。おかげで貯金はすっからかんだけど。まあそこまでしなくてもいいのに。でも俺もこれからここで暮らすんだし、このくらいはしないと。俺は父と話し合って家をバリアフリーに。そのおかげで貯金は底をついたけど、母を無事に迎え入れることができた。そして仕事の方はというと、ちょっとこっちの機械の操作お願いね。はい。製造系の仕事は未経験だったが、なんとかこなせている。と言っても今はまだ簡単な機械の操作しかしてないけど、それでも残業含めて月に18万ほどの手取り額の給料はもらえるので、奨学金の返済もぐっと楽になった。現在父は家に残って母の介護をしている。母もリハビリに通い、少しずつだが回復してきている状態だ。本当に健一が帰ってきてくれていろいろと助かってるわ。父さんと母さんが大変なのにのうのうと一人暮らしなんてできないよ。あ、でも俺が帰ってきて迷惑じゃない？そんなことないわよ。
お父さんといつも健一が帰ってきてくれなかったらもっと困ってたって話し合ってるもの。母さん、だからこれからもよろしくね、健一。ああ、俺もこれからも父さんと母さんの世話になるよ。よし、今月もちゃんと返済できてる。この調子でいけば数年以内には返済できそうだな。現在俺は月に10万ほどの金を実家に入れ、残りは貯金と奨学金の返済に充てている。実家にいることで奨学金の返済も滞ることなくできているからありがたい。仕事行ってくれよ。ああ、気をつけてな。行ってらっしゃい。そして何よりも俺を支えてくれてきた両親には感謝している。この二人のためにも俺は懸命に働くつもりだ。欲を言うんだったらもうちょっと稼ぎたいと思ってる。副業でも始めてみようかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。